奈良学園中学校、高等学校。奈良学園中学校、高等学校。奈良学園中学校、高等学校は、奈良県大和郡山市に所在し、中高一貫教育を提供する私立中学校、高等学校。高等学校においては、中学校から入学した生徒内部生と高等学校から入学した生徒外部生との間では、 第3学年で混合したクラスを編成する、併設混合型中高一貫校。中学校では、2006年、平成18年度から、特進コースと微進コースの2コースが設置され、中学2年までは混合クラス編成である。高等学校では2007年、平成19年度から募集が再開され、理数コースを設置している。高校3年では、中学からの入学者、 内部生と混合し、文系、理系、SSH 系で、クラス編成される。1979年、昭和54年、奈良文化女子短期大学、現、奈良学園大学奈良文化女子短期大学部、同附属高校、現、奈良文化高等学校、同附属幼稚園、現、奈良文化幼稚園を要する学校法人奈良園により、奈良県山戸氷山市に、 中高一貫教育の男子進学校として開校。なお、学校法人奈良学園により、1984年、昭和59年奈良産業大学、現、奈良学園大学開学、奈良文化女子短期大学の所在する奈良市富ヶ丘に2008年、平成20年奈良学園幼稚園、奈良学園小学校、奈良学園富ヶ丘中学校、2009年、 奈良学園富丘高等学校が開校している。2000年平成12年1月女子40名を募集し、中学は男女閉学、高校は教学とする。2003年高校募集を停止する。2006年平成18年度中学入学者から中学も教学となり、中学に特進コース、維新コースを設置。 高校募集も2007年から再開し、理数コースを設置している。2009年9月、スクールプロジェクトにより、生徒の案を取り入れた、新校舎が落成。2012年、平成24年度から、文部科学省によるスーパーサイエンスハイスクールに指定されている。松尾山中腹の自然に囲まれており、13万メートルに及ぶ広大な高地面積、 自由な幸風が特徴である。校内は野生動物が見られるほど自然環境が豊かである。教室内にハチガスを作ることもある。校内で見かけられる野生動物として、タヌキ、日本のウサギ、日本リス、日本イタチ、日本マムシ、天、シマヘビ、ウシガエルなどが挙げられる。鳥類ではカワセミ、ウズラ、キツツキなどが見かけられ、ホトトギス、コジュケイ、 うぐいすの鳴き声が聞こえてくる。5月頃には、春ゼミが、高校棟周辺で鳴く。またホタル再生プロジェクトの一環で校内には、池や人工の川などがあり、毎年ホタルが観察されている。学校より、数百メートルほど、松尾山を登ると、トネリ神皇が、日本初期編んの成功を祈って建立した、松尾寺がある。また、山を挟んで、 イカルの里にもほど近く、徒歩三十分くらいで、法隆寺、法規寺、法林寺などに至る。また、紫陽花寺として名高い八田寺にも近く、大観マラソンである、八田山重曹では、八田寺の境内も、コースとなっている。一時、大和郡山市から、奈良市富河丘への学園の移設計画があったが、大和郡山に残してほしいという声も多く、富ヶ丘との併設になった。 しかし、校風や制服を考慮するに、互いに独立した学校と見るのが妥当である。富ヶ岡では2008年、平成20年4月に、奈良学園幼稚園、奈良学園小学校、奈良学園富ヶ岡中学校が、2009年4月には、奈良学園富ヶ岡高等学校が開校され、要小中高一貫教育を標榜している。奈良学園本部と一部の教師は、 富川丘校へ移動した。一方、大和氷山の東港は、2009年9月から、新校舎の教養が開始された。校舎建て替えにあたり、校舎建て替えを、教育の場として活用できないかとの学校関係者の一言により、始まった、生徒参加型プロジェクト。開始の2006年12月から、春工の2009年9月までの1000日間、鹿島建設。 福本設計の協力のもと、説明会、グループ活動、アンケート、プレゼンを通して、人に理解してもらい、意見をまとめていく。2007年の NG 祭、文化祭での発表の様子は、NHK ニュースでも全国に放送された。外観や教室レイアウトなどは、生徒案であり、幸風にあったプロジェクトとなった。本プロジェクトは2010年日本建築学会教育賞を、 受賞した。1996年、平成8年、本学園理科教諭の工藤博之が当時担当だった、12世に入試休みを利用して、近畿の科学館をすべて巡ってみないかとの呼びかけで、次第に、中2有志からなる、奈良学園中高科学館を愛する生徒の会が、発足。授業で体験談を発表するのと、並行して、近畿、東京の科学館を、 約20カ所を見学。1997年4月には、科学館へ行こうよ。近畿、東京おもしろガイド、鴨川出版が刊行された。2000年4月には改訂版が発行されている。科学館を愛する生徒の会により放射線の研究が2003年から、継続的になされている。広島市で原爆についての聞き取り調査を行い、第3回は、軽くん、 コンクール2004年で優勝文部科学大賞2010年度までは被爆地広島の地表の浄化や人々の偏見について調べてきたが2011年福島原発事故以後は福島県での放射線についての研究発表を行い福島県立福島高校2012年に福島健康 SSA 認定と研究交流を行っている 2012年に SSA1 に認定されて以来、SS 研究チーム、放射線研究チームを発足させ、日本科学会、日本放射線安全管理学会などの学会で、毎年発表を行っている。内は、奈良交通によるスクールバスの所要時間を表す、また、数百メートルほど離れたところに、泉原町バス停があり、そこからも、JR 山和小泉駅、 近鉄郡山駅方向にバスが運行されている昔は学校周辺の道路が整備されておらずバスが来ることができなかったためここが最寄りバス停であったここから学校までは徒歩約10分から15分高校生の場合近鉄郡山 JR 山と小泉の両駅からの自転車通学が認められる中学生は原則バス通学であるが 自宅からの距離が1から3キロメートルの生徒は例外的に中学2年生から自転車通学が認められている。なお以前は中学2年生から通学できた。その際に中学生はヘルメット着用が義務付けられている。しかし本校は松尾さんの中原にあるため自転車通学はかなりハードである。登校路の方が上りが多く JR 山と小泉駅からは 約20分、近鉄郡山駅からは約25分。下航路はこれらより早い。最寄りの駅は大和小泉駅であるが駅からはかなりの距離があり、徒歩では30から40分近くの時間を要する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。